必ず人よりも努力、少ない努力で収益化できるということですね、あなたの場合。あなたのできること、得意なことだったら、苦もなくできると。まずそこから収益を得ながらですね、好きなことっていうのを見つけていくのがいいかなと思います。稼ぎ方の習得、好きなことで起業したいと、ですっていうご相談ですね。海外移住ご希望の方、得意なことで起業、できることで起業。あと、まあ、稼ぎ方の習得でマーケティングのスキル、マーケティングノウハウを知りたいですということなんですけど、マーケティングはまあ必須ですね。集客です。要は、マーケティング、集客ですね。まあ、すごくシンプルに言えば。で、これは、絶対に大事で、マーケティングって一つ流れなんですよね。やっぱり、人を集めて、価値観の共有をして、共感していただいて、その方に、サービスをオファーするっていうですね。ところが、この DRM 一つ流れなんですよね。で、これが、今までのですね、集客は、まあ、ブログサイト記事だったりするんですけども、今、YouTube のこういった動画でやれるのがいいかなと。